どうも一撃です。はい、久しぶりにこういった動画なんですけれども、告知動画です。ですね、実は明日、11月の2日の土曜日に、相模原にありますギオンスタジアムで、J3 のサッカー SC 相模原対カターレ富山明治安田 J3 リーグプロリーグプロのサッカーの、試合の、前というか、まあ、あのギオンスタジアムに、ブースが出るんですけれども、そちらの方でね、チーム一撃で、一応ブースがアームレスリングのサッカーとアームレスリングのコラボというすごく初なんですけれども、そういった試みがっていうか、あのお声をかけていただきまして、そういった形でね、初めて、やらせていただきます。で、一応ですね、キックオフが、明日の14時がキックオフで、ブースの会場、ブースの開始予定がちょっと初めてなんでね、ちょっとよくわかんないんですけど、ブースの開始が一応11時半から、14時キックオフの、前半が終了するまでがブースを、開場している時間らしいです。で、プロリーグなんで、観客、J3 のプロリーグなんで、観客もね、自分も、子供連れて、見に行ったことがあるんですけれども、すごく面白いです。で、ブースもね、いろんなブースが出て、面白いです。で、アームレスリングに関しては、本当にね、まあ、サッカーで足なんでね、腕ではないんで、ちょっとわからないんですけれども、まあ、何千人か、2000人とか、まあ、そんぐらいの人が、まあ、来るようなので、人はね、だいぶ集まると思うので、そこにね、ブースを出させていただくので、まあね、そこそこは来るのかなと思ってます。一応、チーム一撃で、協力チームで、湘南ファベーラの、三橋選手のところの選手がね、少し手伝いをに来ていただけるということで、数名でブースを出して、アームレスリング、アームレスラーに挑戦という形でやりますので、お暇な方は、っていうか、お時間、プロリーグなんで、当日券あるかどうかわかんないんですけれども、チケットはまだ買えますので、もしよかったら、チケットを買って、プロのね、迫力のある、サッカーの試合、見てみてはいかがでしょう。サッカー見る前にアームレスリングをして、怪我しないようにね、していただいて、という一日はどうでしょうっていうことです。ちょっとね、初めてでね、全然わかんないんですよ。本当に。そんなもんで、一応、人はね、本当に多分来ると思います。ただ、明日はピンポイントで、天気が悪いのかな。でも、雨が降っても、試合の方は行うようで、ブースの方もね、雨が降ってもやりますので、ぜひね、お暇な方は来てください。お暇な方はぜひ遊びに来てください。アームレスラーの、ね、方もね、もしよかったら遊びに来てみてください。ということで、明日、サッカーとアームレスリングのコラボ、実現しますので、ぜひ、来てください。お待ちしております。以上、一撃でした。ギオンスタジアム SC 相模原プロリーグ。以上、一撃でした。ご視聴ありがとうございます。